こんにちは、1分でお答えするショート Q&A です。本日のご質問は、クリーニング、PMDC とも呼ばれているんですが、これらはどのくらいの間隔で行えば良いのでしょうかというご質問です。我々はぬめりみたいになったバイオフィルムっていうものに、まあ、簡単に言うと病原体があるっていうことを、患者さんに言っています。その部分でですね、バイオフィルムが熟成して病原性を発揮するのは約3ヶ月と言われています。簡単に言うと歯垢がついて、でそれがだんだんと古くなっていって、まあ、病原性を発生する、まあ、歯周病を悪化させたりとか、虫歯になりやすくなってたりとか、そうしてくるのには約3ヶ月と言われています。そのために3ヶ月以内での受診を、お願いしています。汚れのつきやすい人や、磨きにくい人の場合はもう少し短め、まあ、2ヶ月おきなどに来院していただきますし、逆にあまり汚れてない方、歯列不整などのないっていう方でしたらば4ヶ月おきなど個別に期間を、変えて設定しています。本日は以上です。